はい、皆さん、マイドマイ毎ドーはい、シャンプーカット問題ね。アンセンセンチもね、うちもよっぽど汚れていない限り洗わないですね。手術こんな以外はね、洗う必要ないよね。シャンプーをね、お客様が求めてるんだったら、やっぱり洗うべきだけどね。だからね、うちのお客様もね、めんどくさがるの。だから余計なことしなくていいと。切るだけでいいわ。つうの、その分ね、リーズナブルにね、値段にしてあるからね。まあ、それで OK と。それで、それで納得してんだからね。 まあお客様ほんとね、それぞれだよね。シャンプーめんどくさがる人、シャンプー気持ちいい、もう美容室来たらシャンプーしてもらわなかったらもう、一丈がしねえとかっていう人ね。あとカット後すぐいでくれっていう人ね。まあ、男性のカット後さ、さっとゆすぐのはさ、あれ短いからすぐ乾くからいいけどね。こういうお姉ちゃんをさ、カット後さ、シャンプーなしでゆすぐだけ、これをサービスでやるってと、もうシャンプーしてんのと一緒だよね。乾かねえから。 本当にね、室内の空気が乾燥してないとね、10分ぐらいじゃ乾かないからね、こんなお嬢さんね。あの、まあ、10分といえば10分だけど、あの、おばちゃんカットなんか10分ぐらいで切っちゃう場合が多いからね。ただ、10分で切らないだけでね。カット後のゆすぎね、これよく注意してね、値段設定しとかないとね。ほんと若い子、こんな子をね、あの、カット後薄いでね、あの、シャンプーなしでお湯でゆすぐだけ。うん、もう、手まくってしょうがないよ。もうほんとサービスでもうお金くれてるようなもんだよね。 こういうね、長い子ね、まあ、切ってね、まあ、ちょっと乾かして終わらせる。これをシャンプーカットにするとね、い暇の時はいいよ。忙しい時だよね。ほんと、回んなくなっちゃうからね、仕事がね。ほんでもって値段もね、あのー、回んない分2倍、3倍取れるわけじゃないからね。シャンプーね、ほんと嫌がるお客様とかね、移動するのめんどくさがるお客様ってのは実際いるからね、カットをすごうかって、うち昔十何年か前からやったことあるんだよね。 そういうサービスした方がいいのかなと思ってね、したらいいって、いやめんどくさいからいいって、あのそういうのやられるの嫌だっていう人もいたもん。だからね、お客様はね、いろいろな考えを持ってね、いろいろな思想を持ってるからね、一つのね、営業の仕方ってのはどうかなと思う。やっぱりね、あのシャンプーカット当たり前のお店はね、カットだけっていうねカテゴリー作ってもいいんじゃないかなと思う。そういうね、スプレーでさっとね、あの水吹っかけてね、ちょいちょいと切ってね、あのブローも簡単なブロー。この簡単なブローもさ、 慣れてないと難しいんだよね。どこまでやるかがね。もう慣れてると簡単なブローってのはまあうちみたいのはね、簡単にささっとブローして終わらせるけどね。簡単なブロー慣れてない人ってどうしてもやりすぎちゃってなるよね。っていうかね、しっかりやらないとね、返せないっていうの簡単なブローができないんだよ、意外とね。うちもね、一人いるんだよ。ブローしないでって <laughs>、パーマーかけて、一回カットするじゃないそうするとね、ブローするとね、 変にな,なるから、ブローしないでくれ。つんでも乾かさなきゃいけねえだろカットした後。これ難しい人いる一人。<laughs> でも最近もちょっとブローしちゃうけどね。<laughs> だから、洗いっぱなしでいいっつうんだけど、その加減がわかんないとヒルね。ソバージュカーリーの洗いっぱなしじゃなくて、ショートのね、ブロースタイルの洗いっぱなし。うん、ブローすると潰れちゃうんだって。伸ばすとね、潰れちゃうんだって。これが一番難しいね。 はい、カットは人間工学の塊。もう本当にね、この体が動かなくなるからね、お兄さんと切り方が全然変わってきちゃうんだね。あとら、手首の方が曲がるとか曲がんないとかね。あとさ、お客様もさ、じゃがいもみたいな頭でさ、で髪の毛のさ、毛流もあっちに入ったりこっちに入ったり、で、襟足も向こうに入ったりこっちに入ったりね。もうね、ボブ、ショートのボブになってくるとさ、何がどうなのかね。本当に現物合わせというかね。 もう何がなんだかわかんないね。説明できない。どうやって切ったらいいのってもうこれね。その、その子をね、見て現物で指示するしかないよね。はい、スカイレイ先生ね。床屋さんだとカットしてからシャンプーですね。あれはまた違う意味なのかな。男性はさ、意外とセット剤つけてるじゃないだからカットした後、やっぱりセット剤洗い流さないと、が綺麗にならないっていう意味なのかな。あと、米先生が言うには、 セット剤つけたまんま、濡らしたまんま切って、後でシャンプーカットすると、カットラインが変わるっつうんだよね。トラがりになるっつうんだよね。まあ、それをね、シャンプーカットしてから修正すると。あと、男性の場合はね、ショートが中心じゃないシャンプーして洗うったって、で、体感が知れてんだ、ね、よ、手間は。それとこの子の頭、見てみって <laughs>。どれだけ、ね、髪の毛の量言ったらさ、8倍とか10倍、1桁違うよね、男性にという。 この比べたらね、それこそ毛の少ないおじいさんとさ、この高校生のこの子の頭比べたら100倍ぐらい違うんじゃない髪の量が。100倍とか1000倍。<laughs> はい、お疲れ様でした。